子ども編集部プロジェクトは、県内の小中学生が高知市の中心商店街でグルメや名物店主などを取材し、ガイドブックを作るものです。参加者は来月上旬から募集し、夏休み中の8月に11日間取材や編集を行います。企画したのは高知市の三谷建設工業に勤務する小崎桃葉さん、23歳。兵庫の大学でまちづくりを専攻した後、地元に U ターンしてきました。地域創生に携わってまして、高知の街をより良くしたいという思いから活動をしています。実施に先駆けて、現在子どもの参加費を無料にするためのクラウドファンディングを行っています。目標額は120万円で、印刷費や編集作業のために借りる施設の利用料などに充てられるということです。取材をするところから子どもたちにしてもらいますので、この地域の方々との交流するきっかけになって、高知の魅力をさらに知ってもらって、そして将来高知に残りたいと思ってもらいたいです。クラウドファンディングは今月末まで。完成したガイドブック、ときめくブックは10月以降、商店街や空港などに無料で置かれる予定です。